人工構図人工構図は中国チャンス商人工誌の名産である調味料酢は酢の遺体字であり日本の常用漢字では人工構図とするのが正しいが本校においては漢容に従い人工構図と表記する中国において地理表示製品と呼ばれる地域特産ブランドに指定されている黒酢の一種である 中国での地理表示製品である。山西省の山西チンズ福建省の英春ローズとともに中国三大名巣に挙げられ、また、さらに四川省のホネイズを加えた中国四大名巣の一つに挙げられる。もち米を発酵させ、酒を作った後、もみ殻を加えて攪拌し、酢酸菌を持ってすかさせる。 もみがらのために変色し、独特の黒色を帯びる。3週間ほどでスカさせた後、寝かせて熟成させる。熟成は半年から数年かけることもある。このため、通常の酢のような刺激味が少なく、アミノ酸による濃厚な風味があり、香りが良いのが特徴である。チャンスーショーをはじめ、港南の地では調味料として、酸味を加えるのに盛んに用いられている。 料理の例では、無尺子の名物で、無尺杯骨と呼ばれる、酢豚に似た風味の煮込み料理に、鎮香構図は欠かせない。食卓においても、チャンス名物の上海ガニを食べる際には、蒸したカニの実をほじくり出しつつ、細切りの生姜を入れた鎮香構図につけて、食べるのが定番である。これによって、カニの持つ、缶の性質を中和できると考えている。また、 人工名物の一つである魚肉を食べる際にも、人工構図は欠かせない。人口の人は、他にも蒸し餃子などの天使や、鍋豚麺と呼ばれる麺料理を食べる際にも人工構図で風味を加えることが多い。日本国内においても、一部の中国料理店では、人コ構図を用いた料理を供していたり、餃子などに用いる。 調味料として人工コースを卓上に備えていることがある。日本では従来あまり知られていなかったが、1990年代以降の健康ブームの中でアミノ酸を多く含む黒酢は健康に良いともてはやされたため、健康食品の一つとして盛んに紹介されるようになった。ありがとうございます。